4つの死体。なるほど。どういうこと？はい、どうもこんばんは、ラムノットです。そう、実況続きをやっていきましょう。やってまいりましたね。というか HP 大丈夫なんでしょうか。というわけで今回の動画もですね、よければ高評価、いいね、よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もよかったらしてってね。思ったより怖いね。ショットガンドア、どういうこと？ Jigsaw has booby trap doors in the asylum。 アサイラムの中にこう罠が仕掛けられた動画いっぱいあるって。Quickly press the appropriate buttonas the pulley descends。 なんかな、タイミングのいいところでちゃんとしたボタンを押さないとってことですね。ボタンを間違えるともうショットガンブラストで吹っ飛ばされますねっていうことですね。やってみますか。ビッ、おわっぷねー。これ俺苦手だわ。これはまずいね。ショットガンがどっかに仕掛けてあったのかな。わっ、脳天ぶち抜かれるんだ。すごいねー。これがそう、そういうことです。しょうもないこと 言っちゃうね。あ、なにこれ。あ、俺だ、俺がここで。これはあの時の記憶。俺のお腹に鍵が入ってる。なるほど。肺じゃん。肺の中にあるってことですか。ノートが読めます。ジグソーノートですね。It seems you are sloppy and got shot. I had someone repair your wounds, so you will live. まあ、ヘマをして撃たれてしまったみたいだなって。とりあえず傷は手当てしてもらって、お前は死ぬことはないだろうと。ただ、オペの間、鍵を入れる機械として利用させてもらったと。うん。The key is useless to you, but not to the others here. 鍵自体は俺自体には関係はないけど、他の者たちが欲しがってると。生き残るんだ。I doubt any of them have the surgical experience required to extract the key without killing you. ま、その、お前の鍵を狙ってる奴らは、お前を殺さずに鍵を取り出せるほどの外科医的な外科技術は持ってないだろうって。そりゃそうでしょうよ。まあ、見てほら。めっちゃ血が飛んでますね。これはね、罠がありますよってことね。多分ね。体力回復したいんですけども。いきますよ。あ、大丈夫なんだ。ホラーだね、これね。あ、ナースカート。ナースツイングですよ、ナースツイング。これ死体か。あ、これ回復薬じゃない？これ。あ、バンテージだ。Some health items are used instantly。 まあ、拾った瞬間に回復するって。全開しました。優しい。ロックピッキング。ロックピッキングしないとダメだって。ドアアンロック。ドアアンロックとは？ドアアンロックとは？どうすればいい？あ。ドアアンロック。ロックピックでしょ？釘が必要なのかな。あ、鍵あった。なるほどね。鍵というか釘ですね。Some of the doors are linked with lock picking puzzles。 なんかパズルを解かないとダメなんだって。なるほどね。いいでしょう。うわ、思った以上にパズル、しかも操作難しそうだ。うんうん、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。なんとなくわかりましたよ。こうでしょ。こう繋げて、形を同じのを揃えていけばってことね。わかった。こうして、一番下がね、もうこれしかありませんから。こうだね。そうすると、これが、こうなんですよ。で、すると、ここを、こうですね。はい。うまくいきました。開け方がね、乱暴。開け方が乱暴。
暖房は右ドアぐらい勝手に閉まるわな。Save the women in the surgical theater。 あ、なんかありましたね、さっきね。ドアアンロック。ここは鍵がいりますね。ね、うわーうわー、これはなんかこういうアイテムありましたよね、なんかのゲームに。何のゲームだっけ、こういうバーブドワイヤーを、バーブドワイヤーをこう爆破させるみたいなのあったよね。オーディオテープ。なるほど、深いです。まあいろんな人いますからね。ホワイトハーストアサイラムサージカルプロシジュア、まあ手術結果ですかね。トリアージ、これトリアージってわかんないですね。トリアージュか。トリアージュ your patients。A patient with bite wounds is not as important as a patient that requires as immediate appendectomy。Appendectomy はわかりませんですね。If a repeat offender, the bite wound patient can be safely ignored until major surgery is required。まあ、噛みつかれたぐらいの傷だったらオペしませんよっていうことですかね。うん。Appendectomy。まあ、早急な手術的な何かが必要な人以外は、優先しませんと。Always sterilize your equipment. Studies show that patients may not need high doses of antibiotics after surgery with sterile tools. Antibiotics are expensive. なんか抗生物質がめっちゃ高いから、このスターライルツールを使うことにしようねって書いてありますね。Only use opiates on patients.That require them. Mental illness may cause some patients not to react to pain at all. Use this to your advantage. うん。オピエイツはなんかその薬系ですね。それを使って、まあメンタルイルネスを、精神疾患があればこう痛みをあまり感じなくなる場合もあるらしいと。開かないですね。うん、これ病院の薬物系の話なんでね、薬物系の単語はね、さすがにね、あんまりわかんないですね。後で調べましょうか。広い。広いね、ここね。まず。あ、なんかアイテムがある。思ったより普通にホラーゲーム。うわぁ、ここもほら。見て、あそこにテレビ画面がある。だここも多分、後で入るんだね。これね、ほら。飽きそうじゃない？ここは、あ、シャワーだ。あー、トイレですね。汚い。何かアイテム、落ちてないね。そう、このゲームね、2009年のゲームらしいんですけど、めっちゃすごくない？ 2009 年でこれですよ。あ、ビンだ！危ねえ。油断した頃にやってくる。The key to survival lies within. あ。生き残るための鍵がこの中にあるって。でもドアロックドなんですけど。ドアロックドなんですよ。うん。ここはゲームだね。楽しそう。多分普通に楽しいね。やっぱ自分の命がかかってないとね。やる側になるっていうのはすごい楽しい。インストールフューズ。フューズも持ってないし。ブレイカブルウォール。Some of the walls in the asylum are rotted and weak. Break them open to reveal new paths. 壊してる新しい道が開けるんだ。おほー。すごい。いや、このゲームね、すごくいいです。めちゃくちゃいい。これは？あ、フューズあるじゃない。チュートリアルですね、ずっとね。素晴らしい。さあ、このフューズを入れ込んで。開いてしまった。なんか思った以上にね、ゲームしてますわ。着きました。4つの死体。なるほど。
ういうこと？この4体の死体のうち1つだけがその鍵が、鍵を握ってるらしいんですけど、ナイフが裏切ることもあると。多分ね、何かあるんだろうな。ヒントがあるはず。ほら、なんか書いてる。トータグ、ジムアウメン。ジムアウメン。アーニー・フォークナー。フォークナーですよ。ウィリアム・フォークナー。有名な英文学の人ですね。トム・ロビンソン。ロビンソン・クルーソーですよ。マリリン・マンソン。全然違う。マーヴィン・ジョンソン。マーヴィン？マーヴィンって聞いたことある気がする。これ見れないのかな？おー、なるほど。J ・オーメンね。うんうん。マーヴィン・ジョンソン。特に鍵らしきものは見えない。あるじゃない、フォークナー。フォークナーさんの中じゃない。フォークナーさんはここだっけ？これだ。これ何？あ、テープだ。うん。Collect body. 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 ボディじゃなくてなんか、アメリカ英語はバディですよね、なんかね。スカルペルを取りました。これがね、ウィリアム・フォークナー。フォークナーさん。失礼します。うわぁ、これやるの！うわら！早いだろう。これがジャパニーズ忍者の実力。誰？これアマンダじゃない？アマンダ。あ、いた。なんかアマンダとかいましたよね。さあ、この鍵で一体どこに行けるんでしょうか。You can bolt some doors by pressing X. This will keep most enemies from opening the door. ああ、なるほどね。開けて、あ、戻ってきましたね。まあ、ボルトしとけば入れないよってことね。敵がそんな徘徊してくるんだ、多分。おお、いますね。あはん。おっ、うわー、嘘でしょ。雑だよ。Some ways through the asylum are more dangerous than the others. Than others. Use a left stick to work over these hurdles. Hazards. And use... あ、これの苦手ですよ。いきますよ。はい。おっと。耐えてくれ。おっと、危ない。んなもんよ。あ、テレビが。バラブ !Can you rescue her? 彼女を助けることはできるか？あ、書いてあるわ。ディテクティブタップ？アマンダのことでしょうね。アマンダってでもいたよね。なんか。アマンダね。フリーダム。あ、もうここ壊したら、うわーん。フリーダムとは幻想であると。いいね。この窓壊したら外出れたのにな。みたいな。あ、ここに鍵が。リクワイアなんですね。チェックポイント。また新しい人がいる気がする。あれ？てか俺、あ、武器変わってる。弱そう。ん？なんか変な音が聞こえる。スタッフオンリー。スタッフオンリーです。これで私もスタッフ、ば！なんだったの今の一瞬のデジャブ。ネイル。found nothing。あ、ちょっと、え？なるほどね。
むず。はい。よしよし。X。B。ほい。ほい。あれ？むずくない？ん？システムがわかんねえな。はい。はい。なにこれ？めちゃむずくない？暗いし、広いね。いや、今の気になるなぁ。あ、違う違う。ここのね、アイテム。何もないですね。多分ね、X 止まるでしょ？ B 止まるでしょ？で、A 押しちゃうと、なんか回り始めちゃうって。お、来たねー。ヘルスハイポー。このヘルスハイポーは何だろう？めっちゃ回復すんのかな？反対側ですね。チェックポイントだ。あ、順調すぎて怖いね。戻りましょうか。そうそう、なんかここをね、触んないとダメな気がする。サーキットボックス。ああ、何か必要なんですね。で、このボタンを押す感じだ。なるほど。今のところ他に敵っぽいのはいないもんね。じゃあ、奥行ってみますか。いや、ここは怪しい。ジグソーボックス。ぴぃ。ブラックドアウト。あ、名前が消されてますね。患者番号825-361-3127。日付1998年の4月14日。コンサルテーション、ドクターズノート、アポンイニシャルアセスメント、ブラックドアウトペーシェント、アプレゼンツアズウェルスポークンメンウィズアフィルムグラスプ、アポンリアリティ、ファームグラスプね。現実からこう乖離しつつある、患者さんらしいですね。34歳、結婚して2年、奥さんは今妊娠して4ヶ月。長いですね。まあなんとなくですけど、まあパッとまとめると、34歳の、まあ、結婚して、まあ、妊娠した奥さんのいる男の人ですね。どうやら奥さんの、要望で一応この精神科医にやってきたと。ただ IQ テストとかやってみたところ、まあ、めちゃくちゃよくできると。しかもなんか物を思い出す能力はめちゃくちゃいいっていうね。で、特に問題という問題は見られないんですけど、まあ、本人曰く、まあ、この行動の変化っていうのは何なのかっていうと、自分じゃなくて妻が悪いみたいな、妻が自分を理解していないから発生している問題だってことですね。で、患者の状態はね、非常にポライトとコーディアル、まあ、すごい落ち着いてるっていう話ですね。まあ、なんかただ、他人に対するその共感性がね、若干欠如してますよとか言われてますけど、まあとりあえずね、また精神科医に来る必要は特になさそうなので、まあ24時間でキャンセルできる、まあそういう約束もつけて、まあ一旦ね、まあ、念のために予約だけ取っておきましょうかみたいな、そういう話が書いてあります。なんか俺、この人が今から行くこのエリアにいるんじゃないかなっていう気がしてきました。だよね。なんかね、ほら、この壁がね、赤いのよ。今のカットシーンは何だったんだろう。ノベンバー。ん？お、武器じゃない。パイプの方がいいって絶対。でもこれパイプも壊れる感じだ。ボルテッドフロムザアザーサイドっていうわけで、向こう側に一回行かないといけないらしい。ほら、なんかね、ここ怪しいね、このカップ。おっと、取りでーす。行くぞ。あぶね、あぶね。もう、なかなか広いぞ、これ。降りれるけども、まだ降りない方がいいんじゃない？
ガラスがね、落ちてますよね。さーて。やばい。危ない。じゃあ、ここもパイプと、回復薬。あとは、まあ、トイレぐらいですね。まあ、回復薬がある場所はね、開けといていいでしょう。さあ、ここは？ここもダメなんだ。ああ、なんか下に行けそうですね。下降りていきますか。これも降りれそうだね。いやー、これ暗いぞ。こっから本番に。ならばびよ！なんか書いてある。Darkness also illuminates。暗闇がイルミネートする。なんか深いね。かっこいい言葉がいっぱいある。うわ、また爆弾だ。ピッピ言うてますね。さあ、というわけでですね、今回の動画は一旦ここまでにしておこうかなと思います。ようやくね、ホラーゲームっぽくなってまいりました。うん。っていうかね、普通にね、面白い。普通にやってて楽しいゲームですね。というわけで、皆さんよければ今回の動画も高評価、いいね、よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。では、また次回の動画で。